さて時刻は8時35分回っています。 FM 桜平、桜平グッドラックステーションゼロモーニングの木戸式が生放送でお送りしております。では月曜日この方の登場です。おはようございます。おにぎりは和な感じの梅とか鮭とか昆布とかが基本好きな諏訪博美マンデーです。今日もよろしくお願いしまんでー、お願いします。あ、お願いしまんでーはい、え、おかかとか。あ、おかかはあんま食べない。なんだい。え、なんで。え、おかかはなんか損した気分になる。な、どういうこと。え、なんかこう具に豊かさが。あおい、いや、おかかの人に怒られちゃうな怒るぞ。怒るよね美味しいじゃん。あの混ぜ込みご飯みたいなの僕好き。いや、まずいとは言ってないですよ。ちょっと、混ぜ込みご飯みたいなのタイプが好きでね。混ぜ込みご飯美味しいですよね。でも和風あんまり食べんから。それこそ僕家で作ってもらえたから、どっちかというとエビマヨとか。あっちが好きかも。あ、そうなんですね。うん、ちょっとね、残念ながら諏訪さんとは一緒のおにぎり買えないで。合わないって言わないでよはっきり言うなよえ、じゃあほらあれじゃないですか、おにぎさんとあのシェアして食べるじゃないですか。あ、違うやつ同士ねしないの。おい、自分で言っといて。今日もね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ではメッセージ来てますかね。はい、はい、紹介お願いします。いただいております。おいおい、あ、リクエスト、メッセージから言った方がいいかな。あ、そうですね。メッセージ大丈夫。そんなことがそんなことがあるのよ、はい、おい、変化球だ。スワッチさん、ありがとうございます。あ、なんかちょっとワンワン何の音ちょっとスタジオに犬連れ込むの勘弁してください、はい、携帯からなったの。そう、私のスマホタイマー、なんでこんな時間になったんだ。よいしょ。いや、しかもタイマー、犬の鳴き声かい。そう、好きなんですよ何のタイマーだ。すいません、二重でおもろ。じゃあお願いします。犬はいないということですね。いないいない、お願いします、はい。スワッチさん、マンデースワさん、オノギさん、リスナーの皆さん、おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。先週の木曜日にアイドルグループ乃木坂46の公式ライバルグループの発表会がありましたよね。そうなのよ。グループ名は僕が見たかった青空とのことで、全くわけわかんないのですが、うん、まあね、僕も正直わからんと思っとるよ、うん、なんか同じ系のね、なんとかなんとかっていう感じじゃないんですね。情量ゼロだな、ね、そうですね、なんとか坂とかね。そう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 、まあまあライバルですから区別する必要があるんでしょうね。違うんですね、うん。昭和時代のアイドルと聞いても、私が思い浮かぶのはキョンキョンのなんて言ったってアイドルです。おう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 。アイドルといえば夜遊びのアイドルのグローバルヒットも話題になってますよね。そうなのよ、すごいのよ。本当ですよね、はい、ビルボードにも残してますしね。本当ですよね、はい。YOASOBI の曲は、今までも難しかったのですが、今回はラップが加わり、さらに転調が2回と内容に濃い1曲になっています。すごい、なんか分析してる。そうなんですよ、今回のアイドルね、あんまイクラちゃんが歌ってると思えないぐらい。いやー、イクラさん本当に歌うまいですよね。ですよね、うん。そこで今日の生歌リクエストはキョンキョンのなんて言ったってアイドルなのですが、マンデーさんはキョンキョンより八丈島のキョンやキョンシーの方がお好きな可能性がございますので、ここはやはり YOASOBI のアイドルをお願いします。わかりました。じゃあ今日歌っていただける、はい、そうですね、お届けしていきたいと思いますけど。ごめんなさい、今日ちょっとイレギュラーでお便り紹介言っちゃった。いや大丈夫です先走っちゃいましたけど大丈夫です。あと、そうさん10秒だけど、おにぎりは、海苔はパリパリ派、しっとり派。パリパリ派。あ、ここは仲良くできそうですね。はい、じゃあこの後喧嘩せずに CM 迎えようと思いますはい、仲良くね。一旦 CM です。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉ときわ館。1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定、お得なプランもあります。詳しくはときわ館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪博美のシングソングサークダイナー。さて時刻は8時40分を回っています。ここからも引き続き諏訪さんと一緒にお届けしていきます。諏訪博美のシンガソング桜平。
登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。では瀬尾さんお願いします。はい、ここからまずはひろみ、おにぎりといったらおにぎりコロコロすっとんとんというなんかあの小さい頃に読んだ物語を思い出してしまったという今朝でございます。今日もよろしくお願いします。まずは時和館情報からお送りしたいと思います。本日の時和館情報です。おいおい。その1、全国旅行支援について。お、出ました。全国旅行支援について時和館の枠が未だ少々残っています。おいおい。ご利用期限が6月30日までで、この調子だと最終日まで残っている可能性があります。あ、本当ですか。ご宿泊された方で旅行支援を使いたいと申請された方がご利用できますよ。ただし時和館に直接電話で予約されるか、時和館の公式ホームページからの予約の方に限ります。ここ大事ですね。はい、電話または公式ホームページから予約された方はご宿泊の際にダメ元でお問い合わせくださいね、うん、もしかしたら最後の枠が残っているかもしれません。なるほど。情報その2です。期間限定イベント焼きマシュマロサービスが人気です。これも確か、はい、6月30日までの予定だと思いますよ。ですよね。焼きマシュマロのサービスを実施しています。展望露天風呂雲の助テラスに焚き火台を用意しましたので、こちらでマシュマロを焼いてみてください。はい、これは楽しそうだね、うん、こうやってちょっとね、昨日ね、実はね、焼きマシュマロしたんですよ。え、時和館行って、うん、うん、違うとこで。あ、本当に。みんなでワイワイやったんです。あ、どうでした？すごい美味しかったです。いいな。で、焼いたマシュマロの中にあのちっちゃいイチゴとか取ってきて、それ突っ込んで食べると。キイチゴみたいな。そうそうそう、甘酸っぱくて、すっごい美味しかったです。諏訪さん絶対燃やしてそうだけど。燃やすならまだいいけど、なんかドワーとかね、垂らしそうですけどね。はい、しませんでした、ね、大丈夫でした。いや、あの手がベトベトになって何度洗ったことかみたいなね。まあまあ、それしかないです、はい、そんな感じですね。はい、楽しいのでぜひね、時和館に行った際にはやってみてくださいね。そうですね。はい、情報その3、臨時休業のお知らせです。これも大事ですね。6月22日木曜日は臨時休業でお休みです。外来入力は入力だって入浴はご利用可能の予定です。はい、わかりました。はい、温泉 OK なんだね。そうですね、大きな露天風呂は入れると思います。外来入浴だから展望風呂も入れるのかな、うん、心配な方はちょっと電話してみてから行ってくださいね。そうですね。そして情報その4です。はい、カラオケルーム再開です。あ、これね、これも楽しみですね。はい、カラオケルームの利用を再開しました。はいはい。カラオケマシーンのロックも解除されました。うん。ぜひご利用ください。そうですね。そして情報その5、はい、社長の卵焼き、いろいろ訳がありまして最近社長が朝食で卵焼きを焼いています。はいはい、はい、この情報ですね。素人なのであまり出来栄えが良くないですまあでもまあプロ級じゃない。朝食会場のオープンキッチンで一生懸命焼いています。最近だいぶ良くなってきましたが、時々なんか変です失敗になるわこれがいいですよね。なんか変です。進捗教えてくれるの嬉しいです。いやなんかね、失敗じゃないですよ。なんか変です。ちょっと焦がしたとかじゃなくて、多分ね、なんかこう、あの、こう曲がったとか、そういう系かなと思うんですけどね。まあ、クオリティに納得がいってないってことです。多分ご自分で今日のなんかこうキメの細やかさとかわかんないですけどね。わかんないけどね、はい、怖い表現すんなよ。いや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 、もう時和館にご宿泊された時には朝食の社長の卵焼きにもご注目ください。いや、これはぜひ注目してほしい。すごい気になってます。すごい気になるよね、本当に。はい、以上が時和館からの情報でした。はい、ありがとうございました。ではでは、引き続きお便り紹介していきましょうか。佐々さん、お願いします。はい、それでは、おいおい、いただいたメッセージ、それからリクエスト等を紹介していきたいと思いますね。トントン富山さん、おいおい、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、マンデースバさん、おはようございます。はい、マンデースバさん生当たりリクエストということで、おいおい、小さな恋の歌、あ、モンゴル800、はい、モンゴル800代表曲ですが、いろいろな様々なアーティストにカバーされています。あ、そうだね。じゃあよろしくお願いします。私も今朝調べていたら、新垣結衣さん
ったとかが、出てきて、そうなんだ、そうなんだ、おおと思って聞き入ってしまいますね、これはね、はい、チャレンジしていきたいと思います。はいはい、そして続きましてです、影の実行部隊小諸市のファンファンライダー2号まだ59歳さん、いただきました、ありがとうございます。はい、FM サクダロ今お聞きのリスナーの皆さん、スワヒロビーマンデーさん、はい、そしてマンデートシちゃん、はい、元気ですか？元気ですよ。元気です。今日もよろしくお願いします。クイズ形式生当たりクエスト、行きます、はい、きらめくのは With you、 あれから何度恋しても君が夏のメモリー、ああさーてなんだ。ヒント、トシちゃんは昨日イオンで生で聞いた？これは聞いたね。怖えな、目撃されてた僕。よかった、腹文字ってなかったかな。ほらもうね、グッバイエイプリルさんですよ。はい、大正解ですね、今日はね。はい、エイプリルさんで、ブランニューメモリー、ね、はい、ということで、はい、昨日ねイオンでライブがあったんですよ、うんうん、はい、僕見に行きまして、はい、聞きましたよ。いやちょっと緊張ですけど ね、うん、ね、エイプリルさん不安多いですからね。頑張っていきたいと思いますよ。お願いしますよ。はい、ありがとうございます。おいおい、おたまじゃくしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、おのぎやな、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。ひろみさん、15日お疲れ様でした。ドレスも素敵、可愛くて夢見座がとうとう聞き入りました。これあの、これ、私の教室の、私が講師をさせていただいている教室の発表会が年に2回そうなんです、大きなホールであるんですけれども、あらあら、はい、そこで歌わせていただきまして、あら、どうでした？いやもうね、久しぶりに皆さんマスクを外してステージで歌ったんですよ。あ、ね、あ、そう、ね、それまではですね、マスクをしたまま歌ったんです。規制緩くなったから、そう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 、なんですよ。でそしたらね、すごくやっぱりね、みんなのレベルが上がってて、おお、マスク効果っていうんですか、ちょっと苦しいんですけど、歌をマスクをしながら歌うとこれ練習になるんだなってこともあると思うんですよ。コーチトレーニングみたいな。そう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 、本当に、いや真面目な話ですよ。あ、じゃあ久々にこのクリアな声も聞けて、そう、ま、だみんなのレベルも上がってた、そう、みんなの笑顔も見れて、まあ、うわ生の顔さらしたよみたいな感じですかね。言い方よおい。頼むで先生。はい、もう本当にね、楽しかったです、ね、でもよかった、皆さんもね久々に楽しかったんじゃないですかね。そうなんですね、はい、うん、そして私もね一番最後にいつも歌わせていただくんですけれども、うん、はい、ありがとうございました。そして生当たりクエスト、同様雨降り大月さんをよろしくお願いしますということでいただきます。これ知らないんです。これね、うまく歌えるかな、先ね失敗してるんですよ、頑張ったんですけどね、練習中。大丈夫かな、最近こんなんばっかだぞ。ちょっと答え合わせ的に僕は聞いてますね。どんな曲だったっけ。はい、じゃあ次行きましょう。キラキラボスモモさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ひろみちゃん、とすきさん、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。おはようございます。暑い朝ですね。そうですね、今日ちょっと太陽の光も暑かったですか ね、うん、風は気持ちよかったけど、うん、日はやっぱちょっと強い ね、はい、昨日は桜平イオンで素敵な歌声を久しぶりに聞いて会うことができました。あ、これもエイプリルさんですね。誰って書いてないですけどね、これで、ね、あれよね。イントロが始まった時涙が出てきました。あらららら、ね、いいですよね。作詞出身の倉科さん、やっぱり透き通った良い声でしたって。生歌リクエストの方はカブザリムネ、私のオリジナル曲でキラキラも星ももさん大好きな一曲ですけど、いただきました。はい、ありがとうございます。お届けしていきたいと思いますね。じゃあ昨日ね、本当皆さんね楽しいね時間を過ごしたのかな。そう、イオンのライブも一応座席は設けられてたんですけど、うんうん、全部埋まって立ち見がいっぱい出てて、ね、おー、すごいですよね、うん、はい、よかった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 、はい、そして次のメッセージいきます。はい、お願いします。もくまさん、紹介しますね。はいはい、おのぎさん、ひろみさん、おはようございます。おはようございます。今日のメッセージテーマおにぎりですが、うん、自分普段おにぎりめったに食べません。あら、そうなの。がたまにコンビニで買うことあります。あ、うんうん、まあね、お手軽だもんね。チャーハン、塩むすび、半熟煮卵。あ、半熟煮卵のツナマン、ツナマヨ。私までも半熟煮卵が、半分に切られて、チャーハンに埋まってるやつ好きですね。あ、チャーハン、あれはチャーハンバージョンあるの。
うまそう、うん、チャーハンに埋まってると思った。埋まってるで、埋まってる、くまってない、埋まってるで、埋まってる。はい、半熟卵をトロトロっとした部分がたまらないので好きだ し、うん、チャーハンは中華料理の中でも一番好きなのですが、おにぎりにしても美味しいし、シンプルなのを食べたいときは塩むすびを買います。あ、そうだ、でもね、これ半熟卵のやつはね、夏の暑い時期消えるんですよね。あ、まあ卵がね、そうなんですよ、危ないから、あれ消えるとね、夏来たぜ、チッて思うんですね。あれ、そう、夏売ってないんだ。そう、あんまり気にしたことなかった。消えるんですよ。あ、まあそうね、まあそれで時期も感じるか。そう、うん、確かにチッて思うから。そう、なんだ夏来たぜみたいな感じですね。はい、今週もひろみさんへの生アトリクエストお願いします。6月はジューンブライドと言われていますが、あ、そうだね、うん、昔友人の結婚式の二次会でカラオケに行ったんですが、友人に送るために歌った嵐のワンライブお願いします。あ、いいですね、ね、素敵な曲ですよね。頑張っていきたいと思います。あれ、今日すごいいっぱいあったね。はい、いつもありがとうございます。はい、お願いします。これで、あれ、もう、これで全部紹介、全部だ、全部、全部だ。なんか何ですか。今日えらい緊張してません？いつもですよ。あ、まあ、そうですけど、あ、でもね、今日もう歌間に合わないみたいな感じで大丈夫かなみたいなね。はっきり言うんかい。え、言います。ハードルを下げようみたいな。あ、まあ、そうです。わ、じゃあ、じゃあね、はっきり言いますけど、ハードルも下がったところで。はい、さあ、スタンバイの方よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、ではでは、ここからは生歌披露のお時間です。ソさん、お願いします。ほーら、あなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌。カサ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 、きらめくのは With you、 あれから何度恋をしても、君が夏のメモリー、こぼれたのは Miss you、 君の隣で見た海が一番眩しいメモリー、 My brand new memory。 雨降りお月さん、雲の影、お嫁に行く時は誰と行く、一人でからかさ差して行く、やっぱり難しい、けど、スキャンダルならノーサンキュー、イメージが大切よ、記憶正しく美しく、なんてだってアイドル、私はアイドル、なんてだってアイドル、素敵なアイドル、アイドルはやめられない。
誰もどこだを今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプはいてはさ答えて誰かを好きになるなんて私わからなくてさ嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる、はあ、どんな君もどんな僕でも一つ一つが愛しい君がいれば何もいらないきっと幸せにするからはいお見事でございました。かけてるしはい要するにアイドル BGM でお届けしております。素敵なアイドル様合わせて歌うんかいっていう ね今日ちょっと難しいの終わったっすね。いやねこれねアカペラにするときにね音が取りづらい。あーなるほどね。そうなんですよやっぱこのビートとかもあってメロディーもあるから。淡々とだけどさんさんと見せて見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない答えて誰もが好きになることなんて私わからなくてさ嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰も彼を奪われてく君は完璧な究極のアイドルを見せ現れない一番ボスの生まれ変わりああその笑顔で愛してるで彼も彼も虜にしてゆくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛。いやすげえ二度目の拍手でございます。もうなんかなんだこの挑戦は悔しいよね絶対悔しい。これなんかね申し訳ないけどそわそわ遊んじゃったみたいなあこの曲難しいですかね。もう夜遊びですね。夜遊びですね。朝遊びです。朝遊び なんだそれいやいやいやお見事でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。個人的には、うん、やっぱブランニューメモリーかな。おーね、素敵ですよ ねちょっとグッパイブリさんに演奏してもらって諏訪さん歌っていただきたいな。いやそんなとても本当にねいつかできたらなぁと思いますね。本当ですよね素敵ですよね。はいそして、ねうん、あ気づいたらこんなお時間になってしまいました。あ本当だ余裕あったと思ってたんだよはいそしてね朝7時から、はい、小野木俊樹が、はい、そして、最後は諏訪弘美さんと一緒にお届けいたしました。さあありがとうございました。ありがとうございました。この後9時からはモーニングルーティンアニメ琴井さん登場でございます。聞いてくださいね。この後も引き続き FM 桜井でお楽しみください、はい、では今日も週の初めから朝さんに元気もらいましたね、はい、それでは皆さんいってらっしゃい。